皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・エターニア実況プレイのパート23やっていきたいと思います。地上霊の廃校、いい加減攻略をしていきたいと思います。さて前回ね、なんかわけわからないミニゲームをやったわけなんですけども、ルールがさっぱり理解できなくて全く相手にならなかった。さて撮影ちょっと久しぶりだな。なんとかこうギリギリ公開にね間に合うように撮影をするのではなくてね、ある程度余裕を持って撮りだめをしてね、編集をして投稿するようにしているのでね、更新が遅れたりとかではないんですけども、だいたい一つの動画とか一つのゲームの実況ね撮影するのがだいたい月に2回くらいかな。一気に4パート6パート当たり前に取っちゃうんだよね。お、これなんか宝箱とか来るかな。葉っぱ用のダイナマイトが出てきました。なるほど、これは持っていっといた方がいいっていうことなのかな。一応持っていきますか。鍵は置いていきます。了解しました。ウンディーネが発動可能に、じゃあ一発撃ってもらいましょうか。あ、一応オプションでゲームのね音量を少し調整してみました。なんか今まで編集しててもね、なんとなく気づいてたんですけど、俺ちっちゃかったですよね、ゲーム側の。少し調整を入れてみましたけども、どうでしょうかね。ちょ、なんだろう、お、どっちだ。結構入り組んでて深いっつうか、うん、結構入り組んでて、どっちに行けばいいか。おお、ふとす、おお、すげえ吹っ飛ばされた。まず何回掴んだっけか。メモメモ。あ、全然まだだわ。オッケー、頑張る。微妙にね使いづらいんだけどね。敵から離れちゃうしさ。作品によってレックーザーも強いんだけどね。まあコンボを組むことよりも今はキット数をね稼いでいきたいと思います。お、宝箱がある。あー、スコップが必要なやつだ。え、これ取りに戻らないといけないの。マジか。一等ね、とりあえず行けるところまで行ってみようかな。これ爆発するんでしょ。 OK、 爆破は完了しました。うわ、でっかいの来たな。すり抜けちゃう。おっと、地味に強いんだこいつ。よっしゃ。お、攻撃がしっかり当たらない。おっと、ラビットシンボル。
あっち側なんかありそうだな。うわぁ、人間ら、ここに人間がいるよ。人間らーってか。本当だ、本当だ。これが朝礼か。何なんだこのノリは。セレスティアの朝礼ってみんなこうなの？さあ、僕たちは大朝礼と話しに来たんだ。どこにいるか教えてくれ。ああ、大朝礼なら僕たちのことなのら。鈍いぞ。大丈夫なのか？まともに話のできるやつを探そう。なるほど。この先に進むとイベントを進みそうだから、一回スコップ取りに行きますか。多分もうアイテムなくてもいいんでしょう。いて。綺麗に当たんない。でも空波絶衝撃やっぱ使いやすいな。動作が小さくて攻撃力も高い。よーし。レッグザム。どっちだっけ、こうでしょ。あれ、鍵ないと動かないかな。よいしょ。はいはいはい。すり抜けちゃう。キャンプはしない。あ、動くじゃん、鍵なくても。 OK で、どっちから行けばいいんだっけ。がどっちからが近いんだこれ。おっ、出て出て出て。この一時交代しちゃうのがさ、敵から攻撃受けちゃう理由になっちゃうよね。よいしょ。おっ、遠い遠い遠い。おっ、シェルフのレベルが上がりました。とりあえず北の方にガンガン進んでいけば帰れるよね。そういう感じでもないんだ。こいつら、さすがに TP がない。オレンジ組、ファイクス。当たらねえ。よしよしよし。敵も一緒に持ち上がってくれるのがね、一番いい当たり方ですね。まさか綺麗にヒットするし、ちゃんと奥義にも繋げられる。道違いましたね。あ、ここもスコップ使うのか。結構スコップで掘ってないとこまだいっぱいあんな。ってことは取り逃してるアイテムも結構まだ多そうだ。さすがにね、ここをこんなところにまた何回も持ってくるかって言われたら多分戻ってこないからね。別になんかこうコンプリートしたいとかではないんだけども、貴重な装備品とかあったら困るじゃん。どっちだかな、多分こっち。ああ、ここだ。 そんなに遠くないじゃん。え、あ、もうちょっと来た、もっと来たか。オッケー。でもここはなんとなく覚えがありますよ。痛い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 。よ
痛い。よいしょ。とりあえずね、道を覚えられないんですよね。今なんでジャンプしてたのかわかんない。よし。で、こっちでしょ？で、ここだ。で、スコップを持っていく。一応休んでいく。キール、今日も遅くまでお勉強か？ああ、セレスティアで見聞きしたことをまとめておくんだ。いつか論文として仕上げたい。偉いな、偉いんだな。夜に大声出すな。キール、セレスティア好き。メルディとても嬉しい。誰が好きだなんて言った。あ、いや、嫌いとも言ってないが。ああ、もう勉強の邪魔だ。さっさと寝ろ。あ、とにかくキールは好奇心を押せるからね。あ、でもとりあえず一回しっかり回復ができた。オッケー。撃ったね。切り裂けっつうか、思いっきり叩きつけてますよね。もう一切り上空に放り投げてから叩きつけてますよね。よいしょ。はいはい。とりあえずレックーザの紹介数がどんどん増えてくれれば。空波で衝撃は強いからまだしばらく使うし、どっちだっけ、もっと下か。くっ、威力が全然違う。イフリートを召喚できると強いね。ジェントルマン、入れてみて。もう落ち着きじゃねえんだから、もう候補に来るんじゃねえ。いい、はい。ほっ、当たり判定がない。よし、あれ、この辺になかったっけか。なんかまだ掘れそうな場所あれ。もう迷った。やばい、これじゃあこのパートも結局このダンジョンの探索になってしまう。なんか前にやった時もな、ここで結構うろうろしたんだよな。まあその分レベルも上がりますけどね。まずここだって通ったかどうかあんまり覚えてねえし。よいしょ。全然当たんねえ。遠い遠い。まずレックーザンの使用回数を目標値までね、使うことをまず目標にするか。
将棋、空派で将棋はね、のんびりと。あ、こっちに出るのか。ホーリーボトル使えばいいのかな。78回使ってる。痛い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 。くそ、炎症が防げない。ほいほい。あ、効きなかった。パンいっちゃえ。よいしょ。ヒーローホープ今何のために使った。よっしゃ。でどこだっけ。敵めっちゃ出るな。よいしょ。敵の出現頻度が半端ないです。よしよしよし。さっきのところはどこだっけかな。ここはもうやったやつだ。本当にすぐ出る敵。この方が来るんだろ。よいしょ。あれ、さっきの掘る場所どこだったっけ。マジでちょっと敵出すぎ。タフだなこいつ。とにかくタフだし当てづらいし。謎。あれ、ここに戻ってきちゃった。あれ、あれ途中の土くれんとこどこだった。あれ、まあいいか。寝ていこう。セレスティアにはすっごく速い乗り物があんだね。はいな。将来鉄道早い早い。早ければいいというものではないだろう。乗客を安全に目的地まで運ぶことこそ重視されるべきだ。怖かった。誰が怖いものか。僕はただ交通機関の設計において安全性の確保がいかに重要な要素であるかということを。怖かったんだな。怖くなんてない。でもめちゃめちゃ酔ってたじゃん。いや、こいつほんと、もう何なんだこの三兄弟は。のっぽ三兄弟ね。うわ、攻撃がとりあえず当てにくい。でどっちだっけ。ん、あれ、あれ、あれ進めないところ、あれ、まだ油断すんない。
オーガランスとか拾っちゃったけどさ。うわ、地属性か、使えないな。あれ？こっちなんだっけ？ちょ、お前らマジでさ。よくそこから回数、あの、地獄を栄称したな。なんだそのやり取りは。また他の連中はしっかり寝て回復するんだ。リッチ一人にやらして。かわいそうに。リッドだけ全然回復しないもんな。一番頑張ってんのに、いろんなねところで戦闘においても頑張って戦ってるじゃないか。操作してんの俺だけど。ミスリルクレスト頭かな。あった。よし、ミスリルは強いでしょう。何回使った？115回。全然まだだ。あと、130回ぐらい。よいしょ。こいつ栄翔早いな。そう、カタツムリの分際で。よっしゃ。ではでは、その先行きたいんだけど、敵の出現頻度が半端ない。やべ。くっ、TP が。でこっちか。お、ノームの集落。あ、マジで。ああ、ははありがたい。いやー、結局ちょっといい時間だな。この辺なんかなかったかな。なんかどっかにオーバーにレンズあった気がするんだけどな。アップグムだった。あ、ここ店買い物できるんだ。わけわからん。ふふふふ。あ、食べ物、パンやめん。まだ使い道ないけど。オッケー。結構戦ったな、ここで。まあ、とりあえず回復もできましたし、いよいよボス戦ということで結局あちこちうろちょろして敵とね戦闘しまくって潰れてしまった。はい、ここまでにしておきます。まあ、のんびりいきましょう。
はい、ではテイルズオブエターニア実況プレイパート23、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。